ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ミッドナイトシンドローム続きをやっていこうと思います。さあ、前回はね、学校に閉じ込められて、でハンマー使ってね、昇降口から出ようと思ったんだけど、なんかハンマーを謎の黒い影に取られたところで終わりましたね。さあ、逃げていかないといけないと思うんだけれども、どうでしょうね。一番目難しいかね。さあ、不穏な雰囲気でございます。なんかアイテム探していかないといけないよね。相変わらずグラウンドも行けない。はいはい、これって聞いたかな。鍵がかかってるのなら私のやつで行けませんか。ダメ、鍵のせいじゃないみたい。じゃあ何のせいだって言うんですか。やっぱ霊障。まさかね。この二人にはね、見えてるんだよね。で、もう一人の名前なんだっけか、まゆかちゃんか。まゆかちゃんは多分ね、あんまり物としては見えないタイプのね、子なんじゃないかなと思ってるんだけど。さあ、1階で見つけたアイテムでダメだったから、2階とかに戻った方がいいかな。2階3階のね、行ってないところ。さあ、行ってみましょうか。トイレはなんもないと思うけど、行けるようになってるかね。あ、行けるわ。はいはい、この辺り怖いよね。鏡になんか映ったりしないからね、どこまで細かな演出がっていうのはあるかもしれないけど。はい、掃除用具が入っている。はい、ただただ掃除用具あるだけかな。入るの入れますね。特に何にも選べない。まあ、隠れられるかもしれないね、今後もしかしたらなんか襲われたらっていうのをちょっと覚えておこう。さあ、男子トイレはやっぱ入れないのかな。まあ何もなければいかないよね。本当に入るの。ほら、何か役に立つものがあるかもしんないし。ないわ、絶対。まあまあ先輩、減るもんじゃないし。減るわ、確実に何かが。あ、行くの、行けないのかな。あ、行けるんだ。はいはい、それでもう押して行けるんだね。はいはい、矢印があるとこ以外はちょっと触らないで行こうかな。はい、掃除用具が入っている。まあ掃除用具だけでしたね。お前ら入ったなみたいなエンドはまああるかもしれない。はい、ここの教室も行けるようになりましたね。1-1。なんか机が、ここ私の席ですよ。知ってるっての。もう冷たいですね可愛いですね。結構前の方の席だね。あんまり何も悪さができなさそう。特に気になるものはないと。はいはい、じゃあサクサク行きましょう。ここの掲示板は見たよね。はい、一緒に汗水は垂れ流しません。そしてポンズちゃんは2ヶ月で辞めましたと。うん、もう全部それぞれの教室が開放になってるっぽいね。ロッカーに何かあるかな。特に気になるものはない。さっきコックリさんをやった部屋に何かがあるような気もするけれども、まあ下から全部行こうかな。はい、ここは 1-3 です。ロッカー特に何にもないね。一応1年生の教室はこれで全部回ったかな。2号館に行けたら公衆電話が使えたのにな。そういえば誰かスマホ持ってきてないの。残念、いらないと思って置いてきちゃったわ。私も充電残り少なかったんで置いてきちゃいました。私も持ってきてない。このご時世に連絡手段がないなんてな。なるほど、まあ2号棟に公衆電話があるっていうのは後々必要な情報かもしれないけどね。さあ、ではでは3階へ。ここはね、コックリさんをした部屋ですよね。結局あれって猫屋が全部動かしてたんじゃないの。してませんよ、半分だけですって。半分、あね、これはね聞きましたよね。さあ、隣とかは、あ、プリント置きっぱだった。ガサツ。はいはい、 お二人の寝席ですよね。どうポンズ、この学校には慣れた。まあまあって感じかな。結構な田舎だけどみんな優しいし。あれ、ポンズちゃんは転校生なのかな。この町は外から来たやつが多いからな。猫屋だってそうだし。へえ、そうなの。なるほど、そういえば話すコマンドがあったな。はあ、
家帰りて。特に何にも。まだあんまりなんか怖がってる様子みたいなのはなさそうだね。さあ、じゃあ他の教室か。ここは隣の教室ですね、2-1。調べ足りてなさそうなところは、基本的な教室はロッカーかな。はい、何もなし。何かが起きてからね。ここ多分2-1のままだよね。上の階のトイレは何かあるかな。あ、なんかあるな。あー、ここありますね。3つ目のトイレだ。間違えた、ボタン。はい、掃除用具が入っていて、3階の3番目の女子トイレといえば花子さんですよね。高校に花子さんなんていないでしょ。花子さん、遊びましょう。話聞いてた？でも先輩知ってました？おっと、来たな。この学校に花子さんはいませんけど、昔このトイレで自殺しちゃった子がいたんですよ。親にひどい虐待を受けていたみたいで、ちょうど今の私たちみたいに夜中の学校に侵入して首を吊ったんだとか。もしかしたらまだいるかもしれませんね、その幽霊。ま、今の全部作り話なんですけどね。はあ。怖がらせ要素だったかな。いや、でもちょっと色怪しいけどな。なんかね、霊障に関わることに触れていったらまずそうな気がするんだけど。あ、なんかここにもなんかあるな。ん？はい、女子用の上履きが入っている。ここ男子トイレなのに。何これ、なんでこんなとこに。ニノさん、名前も書いてある。それ持ち主に返した方がいいかもな。そうね、持っていきましょうか。はい、上履きを手に入れた。うん、なるほど。2-3か。こっちはどっちだったっけ。ここ2-1か。なるほど、じゃあ2-3まで行きましょうか。2-1、2-2、多分ここ2-3だよね。誰が誰だろうね、該当の人だろうね。はい、机にチョークで「この町から出てけ、メンヘラ女わら」と書かれている。何これ、この学校にもこういうの書くやついるんだね。マジで幼稚だな。チョークの文字を消した。はいはい、消してあげるの優しい。うわ、どんだけ置き弁してんのよ。はいはい、消したはいいけど、あとは上履き返してあげるんじゃなかったっけかね。ほんと何考えてんだか。持ち物の中に入ってるかな。はいはい、上履きね。橋本さんですね。うん、橋本ちゃんの席はどこだろう。特に何も。げ、落書きだらけ。なんか返せるあれがないね。返してあげないととは言ってたけど。落書き消してあげたら何か変わったかな。開かない。部室に行けたらいろいろ除霊グッズあったんですけどね。ああ、オカルト部の。そうそう、こういう時に役立ちそうなお札やら術やらがいっぱいあるんですよ。あんたがコックリさんの噂を聞いたのもそのオカルト部の先輩からなんでしょ。対処法とか聞いてないの。そんなこと言われても。あ、何？うちの部長がいつも机の中にお札を1、2枚置いてあるから必要になったら使ってねって。お札なんでそんなもん。さあ、でも使えるかもしれませんよ。確かクラスは3-3だったと思います。まあないよりマシか。行ってみよう。はいはい、まあ必要でしょうね。今ここが2年生の教室だから上でしょうね。さあ4階、一応女子トイレから行くか。ぱっと見ね、何もなさそうだけど。ここも掃除用具だけ。はい、次サクサク行くよ。男子トイレももうためらいもなく。
はい、掃除用具が入っていると。そして3の3って言ってたよね。ここ1かな。そうだね、3の1は特に何にもなし、多分。はい、特に気になるものなし、異常なしゲームが違うやつですね。はい、受験まであと223日。いやー、そうか、高校生ね、大学受験でこんな感じになるのかな。まあそうですね、確かにね。ん、なんかある。はい、手帳が入っている、読みますか。まあこういうのは読んだ方がいいと思うんだけれども、一応セーブしとこうかな。ちょっと待ってね。勝手に他人の手帳なんて見ちゃダメでしょと言いながら、ちょっと気になるので一回セーブを分けて。あ、見れなくなってる。なんということだ。先にセーブすればよかった。手帳を見ない世界線になっちゃったかな。困った。一回あるかな、外に出たら消えたりするかな、このフラグ。あー、消えない、やばいかもまあでもいいかな、そのまま行ってみましょう、仕方ない。はい、3の3にありますね。あ、これかな。うわ、本当にお札じゃん。これを扉にピシャリと貼ればたちまち開いたりするんじゃないですか。どうかな、まあ試してみる。はい、お札2枚か。まあ言われた通りの使い方をした方がいいでしょうね。一回じゃあ証拠口まで戻ろうか。ん、あれ、なんかあれじゃない、裏世界行ったなんかひび入ってない、学校。どうしたんだ、なんかさっきと学校の雰囲気違う気がする。いやー、これ飛びましたかね、どうなんだろう。先も行けるんですね。はいはい、図書室がある。へえ、図書室って4階にあったのね。本なんて読まないから聞いたことなかったな。本は何かあるかな。料理の本も置いてあるのね。はあ、お腹空いてきちゃった。帰りになんか食べません。帰れたらね。結構遅い時間だったから24時間空いてるとこじゃないときつそうだよね。ここら辺は小説のコーナーみたい。小説って買ったはいいけどなかなか読む時間がないのよね。わかるわ、欲しい時にね、買って積み本が積んどくがいっぱいね、ゲームと一緒で溜まっていくというね。あ、この参考書私が使ってるやつだ。それ分かりやすいですよね。勉強あんまりしないとそこら辺の話題がついていけないような気がしますけどね。さてと、あとは歴史書のコーナーみたいね。とんでもなく分厚い本ばっかだな。見るだけで頭が痛くなりそうだ。はいはい、なるほど。あとは漫画も少しだけ置いてあるみたい。漫画はね、図書館はね、もう争奪戦になるんですよね。漫画日本の歴史とかね、世界の歴史とかね、もうみんながこぞって借りますからね。何を隠そう、昔図書院でしたね本好きなんですよね。娯楽コーナーっぽいわね。あ、都市伝説辞典、ここにもあるんだ。何それ、有名なの。まあそれなりに。かきくこ、あった、こっくりさん。なんかうさんくさそうな本だな。侮るなかれ、全国の怪異やオカルトのメジャーなものからマニアックなものまで詳細な解説好きで。で、なんて書いてあんの。こっくりさんをお返しした後は恒例に使った紙と10円玉はすぐに処分すること。お返ししなかった場合は。そんなの書いてないですよ、予想外のことなので。その本は役に立ちそうにないみたいだな。書いてあればいいなと思ったんですけど書いてないか。なるほど、周りには特に何も。ん、これはびっくりですね。何、なんか落ちたか。あー、出てきたね。これ
棚から落ちちゃったのかしら。神舞町の歴史、面白そうな本ですね。そうか、読んでみたらどうですか。あー、これね、これは読まないとダメでしょ。ここセーブできるのかな。あー、右クリックで飛んじゃった。いやよ、別に面白そうなこと書いてなさそうだし。猫屋が読めば。じゃあいいです。はぁ、喧嘩すんなっての。これバッドエンドまっしぐらでは。あ、もう一回いける。なんだ、やっぱり気になるんじゃないですか。うさいな、私の勝手でしょ。はい、あ、読めた。よかった。神舞町は以前は神舞町と、はい、神舞の舞が踊るの方の舞うか、埋まるの方の舞うかか、はい、と表記されていたが、縁起が悪いなどの理由により改名、現在の表記となった。古くから神舞町は神の存在が強く信じられていた。今は数も少ないが、小さな町ながらかなりの数の神社が建てられていたという。この町はかなり奥まったところに位置し、外部との交流が少なかったためか、独特の風習も存在している。現在でもそれは続いているようだ。別に面白いことは書いてないわね。この時点でセブできないのはよく分かったので、もっと読みます。はい。神舞町の人々は冬至のことを深夜と呼ぶ。深夜の日、町の人々は外に一切出なくなるのだ。なんだろう、襲われるからとかなのかな。深夜なんです。何か面白いこと書いてました。あんたには教えてやんない。へー、あとはもう読めないかな。一応ちょっとセーブしとこう。これ大事そうですね。手帳が読めなかったのちょっとね、気にしてるんですけどね。あ、しまった。なんか神社のこと書いてあったな。あ、でも同じことかな。あ、同じことでしたね。よかったよかった。はい、もう一回読めましたね。読めてるか読めてないかでちょっとね、ルート変わりそうだけど、どうでしょうね。さあ、雰囲気が変わったこの校舎ですけど、一応上まで行ってみるか。遠野、ほう、どうしたんですか先輩、開けないんですか。ここだけ開いたらどうしようと思って。え、なんでですか。だって外に出るには飛び降りるしかないってことじゃない。やめときますか。あ、これやめるになるんだね。開けたくないわ。お、なんか来たぞ。開いたね。あー、なるほど、屋上に出るか出ないか。さっきセーブしたから出てみましょうか。だ、誰かいるのねえ。来た時こんな空の色だった。さあ、あの、ちょっと、そこ誰かいません。え、あ、どうやって読めばいいんだ。いっぱい文字化けてる。文字化けさんと呼ぼう。何か喋ってる。だな、とてもうまそうとかかな。誰、見回りの人。本当にすぐ帰ろうとしたんですけど、玄関も窓も開かなくなってて帰れなくて。今度こそ絶対に逃がさない。それ以外のことは。飛び降りちゃった。はい、今の二人とも顔が真っ青だけど大丈夫か。え、マイチ見えて。いや、いい、大丈夫、もうここには何もなさそうね。はいはい、まあ何もないと言われているから多分何もないんでしょうと思いながら一応確認してしまうね、ゲーマーの差が。これ階段とか登れるのかな。あ、登れるんだね。
はいはいはい。落ちた方には行かなくてもいいかな。はいはい、引きずられたりはしないと。さあ本当ならば玄関に行った方が良かったのかなと思うんだけど、貼ってあるものとか変わってるかな。あ、変わってないね。学校の雰囲気が変わっただけか。じゃあちょっとね、お札貼りに行ってみますか。おっあ早く玄関に行こう。お、追われるか。何？誰かこっちに来てる。は？逃げましょう。マジ？あーまあそうだよね。一回セーブするべきだよね。はい、早くない？君早くない？穴開いた。今のうちに。はいはいはい。本当にこんなお札で開くのか。やってみなきゃ分かんないでしょ。開いたか。夜の学校から脱出した私たちは一目散に家へと帰りました。時々振り返ってみたけど、あの男の人はもう追ってきてはいませんでした。次の日、若干不安を抱えながらも登校すると、あの日のように荒れ果てた様子もなく、追いかけてきた誰かもいなくなっていました。まるで昨日何事もなかったかのように、今まで通りの日常がそこにはありました。猫屋と私はあの不可思議な出来事が頭を離れず、終始そわそわとしていましたが、マユチンは特に気に留めていない様子でした。何より不思議だったのは、私たちが昨日学校に忍び込んだことを誰も知らなかったことです。昨日は誰も見回りをしていなかったんだとか。私たちが見たあの男の人は一体何だったんでしょうか。そもそもあれは人だったのか。そこまで考えて怖くなって考えるのをやめてしまいました。昨日のことみんなに言いふらしたんですけど、誰も信じてくれませんでしたよ。当たり前でしょ。私だって夢だったんじゃないかって思ってるし。実際そうなんじゃない？だって私追いかけてくる男とか荒れた学校なんか見てないしさ。そうなのかな。あ、今日部活あるんで先帰っててください。部活？オカルト部の？何すんの？調査ですよ。噂の調査。この学校は噂好きな人が多いですからね。その中で怪異的な噂があったら部で発表するんですよ。なんか大変そうね。頑張って。遅くなる前に帰るよ。わかってますって。ん？さて、始めますか。はい、このパートは次の章の噂を手に入れることが目的です。はい、そしてまたアイテムの猫屋の直感を使えば、次へと進む噂がどこに行けば手に入るのかがわかるので、早く進めたい人や全員と会話したい人はご活用ください。全員と会話したい人。ほう、なるほど。はい、ちょっとね、章が変わった感じしますね。じゃあ最後にちょっと捕まったらどうなるかだけね、お見せしていこうかな。今のうちに。はい、もうずっと棒立ちしてみます。お札なくなっちゃった。いいから行くぞ。はい、3回捕まったらアウトなんですね。ゲームオーバーという文字が無残に出てきました。まあ一発でね、行けたからそのまま行きましたけれどもね。さあ、コッコリさんのね、ところは、まあ、逃げられたから終わりっていうことなのかな。
そういうところも含めて続きはね、猫やちゃんのパートを進めていこうと思います。はい、ではでは今回はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方はぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のミッドナイトシンドロームでお会いいたしましょう。また次もこそかとあっそぼー。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。